じゃあ、大丈夫ですか。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。もしちょっと追いつけなかった方とかいたら、この後 の懇親会とか利用していただいて、まあ、私もその時に聞いてもいいです。はい、ですざっとおさらいをします。まあ、さっきのヤフオクで、まあ、リサーチしますね。まあ、カッコ、まあ、ウォッチリストに貯める。ウォッチリスト貯める。で、これ、業務フローなんですけど、そしたら、まあ、金額計算、今のところに行きましたね。で、入札。入札で、したら、まあ、実際に落札される、まあ、落としで、これが自宅に届きます。自宅に届いたら、まあ、ここからですに、登録します。Amazon 物販の流れは、まあ、肝になるのはもう確実に、まあ、ここなんですけど、まあ、フロー的には、まあ、リサーチして金額出して入札して、まあ、落札したらそれが自宅に届きます。で、自宅に届いたら、Amazon の方に、まあ、出品登録、まあ、これ出品しますよ登録作業なんですけど、まあ、それをして、実際に、それを Amazon の方に送ります、まあ、これはまあ、FBA って、まあ、参考ページ後でチャット枠に入れておくんで、まあ、これはAmazon の方に、まあ、帰宅するっていうんですかね、まあ、預けて、発送とかを Amazon の方にしてもらうっていう感じですね。なんで皆さんが自宅に届き Amazon に送ったら、まあ、その商品が売れたら Amazon が、出荷梱包をしてくれるよっていうサービス、これを利用して売るので、まあ、業務フローとしてはここまでがやることです。で、この商品登録と Amazon の発送は、まあ、非常に簡単なので、これは公式の動画を後で展開します。これを見てやってください。で、もし分かんないことがあれば、この質問というんですか、このチャット枠の方に。まあ、投げていただいてという感じです。で、ちょっとそのもう実際に収益を上げている方に、お願いしたいことがあるんですけど、まあ、質問どんどん上がってくると思うんですけど、もう先行している方はどんどんその質問に応じてくださいというか、その質問を皆さんどんどん解決してあげてほしいんですよ。で、脳科学に詳しい人だともしかしたら知ってるかもしれないんですけど、この我々人間が話す言葉って自分に言ってるのか他人に言ってるのか、私たちは意識で判断してますけど、脳みそはそれを認識できないっていうふうに言われてます。なんで人に教えてるってことは自分に教えてるってことなんで、先行してる方は積極的にその質問に応じて、その自分の知識をブラッシュアップの何ですか、糧にしてほしいなと思いますので、それはご協力をお願いします。なんで青木さん、ね、ちょっとよろしくお願いします。はい、まあちょっとその、まあ、入札の仕方だったり、まあ、あとはこれは今金額計算した数字を、まあ、入札ボタンをポチッと押すと、まあ、金額入力できるので、
まあ、算数字を入れてもらう。なので、まあ、難しいのは ここまでですか、ここまでが、まあ、一番肝ですか。あとはもう流れ作業で、この辺でもし分かんないことがあれば、まあ、先ほどの繰り返しになりますけど、まあ、どんどんあのチャットワークの方に質問して解決していってください。で、ちょっと重要なところとしては、あのこの登録するのには、あのこの Amazon のセラーセントラルっていうところに、まあ、登録、出品者登録をしなくちゃいけないんですけど、今ちょっとチャットワークの方に URL を送ったんですけど、 Amazon 出品サービスということで、まあ、こちらから登録をこれしておいてください。登録しておいてください。今日皆さん帰ったら、あ、今週懇親会終わったら、まあ、さっきお話にあったと思うんですけど、家に帰らないでどっかのカフェで、これやってください。これ、まあ、大体15分ぐらいあれば終わるで、これが済むと、まあ、実際に登録して出品できる状態になるんですけど、で一応これあの無料とあの有料であると思うんですけど、あのもうこっちでいいと思います。で、月額が、5400円プラス税、あ、間違えました、4900円です。これはちょっとかかってきちゃうんですけど、まあ、これも今日登録して、まあ、これ払ってるんだから、あのさっきのやらなきゃいけない、やるっきゃない状況ができますよね、これで。なんでこれやりましょう。で、細かいそのこのフローについての中で細かい注意事項とかは、あの私が随時出してくるんで、最近なんかワイドショーとかでもあの話題になっているその、まあ、詐欺業者の問題だったりとか、あと、まあ、出品制限っていって、あの一般のこれセラーっていうんですけど、セラー、一般のセラーさんはあの出品しちゃいけないんですよとかっていうのがあるんで、まあ、そういう細かいことはあの後でどんどん追記していくので、まあ、そちら参考にしていただければなと思います。一旦ここであの私から一旦終わりたいと思うんですけど、何か質問ある人がなければ一回終わりにしようかなと思うんですけど、よろしいですか。分かりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあどうしますか。あ、じゃあとりあえず一回ちょっと青木さんのじゃあお話を、あ、はい、してもらいましょうか。じゃあ、ちょっと前に出ていただいて。じゃあ、青木さんは、3月で。3月頭くらい。はい、3月から、始めて、で、一応3月から始めた方は、すぐにいらっしゃるんですけども、一応その中で、一番あの早く結果を出していただいたので、その時のなんか注意点、はい、これいいやつ見つけたみたいな、なんかそういうの、まあ、あの実際に公開しなくてもいいですけど、まあ、こんな感じのやつみたいなのを、はい、まあ、ちょっと皆さんにシェアしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、青木さん、お願いします。青木と申します。よろしくお願いします。私は、ずっと会社員で飲食店でやってまして、まあ、ドトールとかタリスとかで、まあ、一応店長までやったんですけど、なんか稼ぎたいなとかいろいろ思ってて、副業系のセミナーとかもいろいろ行ってたんですけど、なんかいろいろ血迷って行った時に大島さんと出会って始めたっていう感じですね。はい、で今始めて2ヶ月なんですけど、中初月っていうか1ヶ月間で見たら63万一応出せたんですけど、4月中旬までで48万だったんで、なんか変な業者が現れなければ90万とかいったんじゃないかなと思ってたんですけど、ちょっとなかなかうまくいかなかったです。で、その
その業者に乗ってしまって利益もちょっと減ってしまったんですけど、63万で11万くらいの利益になってしまったんですけど、まあ、利益が出たので満足してます。で、実践した結果、そのヤフオクションで自分の気に入った商品をなんか価格とか全部大体頭に入れてヤフオクで落札して、メルカリで落札して、フリマで落札して、ラクマで落札したりした結果、結構利益が出ました。実際にヤフオクだけじゃない、グループやったって、ね、はい、自分のお気に入りの商品も頭に入れちゃいました。はい、でメルカリとかラクマとかは価格交渉ができるんで必ずそれを行って利益の幅を広げましたっていうのが一番多分成果が出たポイントだと思ってます。で、失敗談はなんか段ボールをちゃんとした段ボールに入れなきゃいけないんですけど、なんか貼り付けの段ボールみたいなのにして入れちゃって、送ったら受け取り拒否されて、なんか1000円くらいなんか着払いでお金を取られてしまいました。それを3、4件やってしまったのでその時点でマイナス4000っていう。あと文章をよく読まないで、新品なんだけど箱がないやつ落札したり結構しました。でそれはもう仕方ないのでメルカリとかで無理やり売ったりして処理しました。っていうのもあって利益がかなり減ってしまいました。まあ、成功だわ、言ったんですけど、まあ、メルカリとか他のやつからも落札すると結構幅が広がると思ってます。で、今後の目標は、まあ、まず売上100万取れるように頑張っていって、まあ、一応今後自分で今度コンサルとかできるようにしていきたいと思ってます。以上です。あれですよね、あのコンサル取れる、明日契約して、明日契約、はい、いくらですか？15万くらい。15万円、はい、おめでとうございます。はい、という形でちょっとね、あの今意外と、まあ、こういう風に実際にやってみた方の話を聞くとね、意外とまた、あ、こんなパターンもあるんだっていうのは結構あったと思いますけども、まあ、これを参考に皆さんも実践してどんどんやっていってほしいなと思います。でじゃあ、まあ、商品登録、さっき の業務フローで、まあ、落札してきたものを、まあ、持っててもしょうがないので、あの Amazon の方に、まあ、商品登録して、送るまでっていうのをちょっとあのデモンストレーションやっております。で、各先行者の方にお願いしたいんですけど、出品登録のタブをちょっと開いていただきます。出品登録ですか？はい、出品登録です。あの、この画面。この画面。任天堂スイッチがですね、任天堂スイッチで検索してみてください。で、この検索窓、商品を1点ずつ登録するっていうところには、まあ、あの製品名の名前入れたり、あのさっきのモノレートの ASIN コードってありましたよ。ASIN コード。あの、Amazon です。管理版です。これ、あの、Amazon の管理部番なので、あのこれが一番間違いないです。あのまあ、バーコードとか、まあ、ジャンコードって呼んでる。あのアマゾンはこれで管理してるので、これで入れると、あの一番間違いがない。さっき登録したんですけど、ログインとか。
プリンターがない人はセブンイレブンとかでネットプリントサービスがあるんで、まあ、納品書とか配送ラベルとかを自宅で印刷できない人はこのセブンとかで、ネットプリントサービスがあるんで、ここにデータを送ると印刷カラーでできるんで、これ使ってください。もしくはまあヤフオクで安く出てるんで、それ買ってもいいと思います。まあ、これ一番安いやつだと3000円ぐらいで売ってますもんね。そうですね、私がやり始めた時買ったのは1円で買いましたけど1円で落とせたんで、1円の送料で、まだ現役でやってます。あ、まだ使ってるんですか。すごい使ってます。1円で落下続けよう。そんな感じです。一応長い、大体大丈夫ですよね。で、まあ、補足は動画とか配布するんでよろしいですかね。で、なんか注意点は、これ商品登録するとなんか1点登録するごとに納品プランの作成とかっていう方に導かれるんですけど、そういうかキャンセルして商品何個かチェックできる在庫画面っていうのがあるんですけど、送りたいやつをチェックバーって入れて納品プランの手続きにやると無駄がないです。で、今年から始める方ってすごい運が良くて、今この FBA この Amazon に送るときに、こっちが10個、まあ、小型の商品は10個を1つの箱に入れるっていうのが条件と、まあ、大型の商品だったら1個から OK なんですけど、これ今 Amazon に届ける送料無料なんですよ。で、これまあ、ただしまあ、パートナーキャリアって言って、まあ、これ日本郵便なんですけど、これ使うと無料です。で、これ本当にチャンスです。私去年1年間で Amazon に送る送料だけ60万ぐらい使ってるんで、それだけ今チャンスです。で、結構価格に転嫁してるのかなと思ったらそんなことないんで、今はチャンスです。ただ Amazon っていう会社キャンペーンやって、まあ、何月何日までって、言っても予算なくなると突如辞める会社なんで、まあ、今のうちにいっぱい送っちゃう方法なんですね。で、まあ、商品発送したら、まあ、それが、まあ、3日後ぐらいですかね、ついて3日後ぐらいに販売できる状態になって、あとはもう本当にくれるのを待つだけって感じです。1回送っちゃったら後の配送は全部 Amazon がやってくれるので、なんかその間はなんかスマホとか手振り上げて確認できる、まあ、毎日開くのが楽しいみたいな感じです。で、一つ注意事項を申し上げると、さっきの商品、登録するときにこの出品制限っていうのがある場合があるんですよ。で、これは、商品登録、さっきの、まあ、出品っていうボタンが出てこない、これはないです。もしくは、中古だけならいいよ。で、これ今結構新規の人に、この出品制限が適用されることが多くて、まあ、大手だとソニーとかあとパナソニック、これ新規の、アカウントの人はこれが出品できなくなってます。で、まあ、この場合は中古だけなんですけど、なんで物を落札しようと思った時は、まずこの出品制限がないかどうかを、まあ、出品しようとして確認するといいです。で、まあ、ダメでも、まあ、中古では出せるので、まあ、最悪中古で発火、まあ、もう一回ヤフオクで再出品するのがいいか、まあ、間違えちゃったとかですね。で、よくなんかこれ買ってもいいですかとかっていう質問結構来るんですけど、そんなにビビらなくてもいいです。まあ、間違えて買っちゃって、で、なぜかというと
まあ、自分が間違えて買うってことは出品したらまた間違えて買う人もいるので、まあ、大体原資回収できるかなっていう感じですね。でヤフオクって出品者の方は8% 取られるんですよ。 8% 手数料なんで、まあ、間違えて買ってももう一回ヤフオクで再出品すれば、まあ、大体この 8% ぐらいの、マイナスで、まあ、平らにしても 80% ぐらいは原資回収できるので、まあ、そんなにビクビクしないどんどん落札しちゃった方がいいです。もうちょっといいですか？はい、大丈夫です。あと、まあ、新品と中古品 のメリットとデメリットを最後に説明しておきます。でこれ、まず、売れ行きっていうんですかね、まあ、販売か、まあ、当然新品なんで売れやすいです。でこれ山本さん中古メイン新品たまに出すと一瞬で売れますよね。これ一瞬で売れます。で中古はまあ大体そうですね、まあ、1ヶ月からまあ長くても3ヶ月ぐらいですかね、まあ、見るといい。まあさっきの商品を送って在庫が反映されてから、まあ、こんぐらいが、まあ、目安ですね。まあ、即売れるものがあるんですけど、で、まあ、落札のしやすさで言ったら、まあ、新品人気なんで、やっぱりこっちの方が、難しいですね。で、中古の方が、簡単です。まあ、競争相手が多いんで、まあ、ニッチな商品とかを狙っていく必要がある感じですね。で、まあ、皆さん誰もが知っているソニーとかバンクスのシャープとか、まあ、有名な商品は、まあ、当然中古の方が新品セットでやってる人が圧倒的に多くて、まあ、中古の方が、まあ、落札しやすいかなっていう感じですね。で、まあ、大事なところで利益なんですけど、これは本当に単品としての利益です。回転率のこととか、まあ、簿記得意な人がいたら考えちゃうと、まあ、いろんな意見あると思うんですけど、本当にこう1個で出る利益粗利って言ったら、こっちは低いです。でこっちは高いです。でこれは、まあ、これも一緒なんですけど、新品やってる人が圧倒的に多いんで、中古やってる人が少ないんですよ。でなんで中古の方は価格が守りやすいっていうのと、あと大きな、理由としては、さっき中古ってほぼ新品から、まあ、買っていう、まあ、いくつかのコンディションがあると思うんですけど、モノレート上で確認できるのって基本的には最安値しか出てこないんですよ。でまあこっちと押すと各コンディションごとの相場が出てくるんですけど、その、まあ、いくらで売れたかっていうのは新品は分かると思うんですけど、まあ、中古は分かんないですよ。なんで、例えば買っているコンディションが、5000円で売られます。で、例えば非常にこれを、1万円で出品したとしても、これ売れたりするんですよね。これ、ちょっとネタバレするとレイコップの、JW なんとかの300っていう型番のやつがあるんですけど、これだいたい最安値5000円ぐらいです。で箱と付属品とか全部完備の状態だと1枚で売れます。これ私も売ってます。 でもヤフオクの相場は最安値がミートされてるので、こういう感じで、まあ、モノレートの指標に出てこないところで利益が取れるというのが、まあ、中古の大きな、大きなところですね。あと世の中は中古の方が多いんで、まあ、一回この品物はこの状態でいくらで売れるんだってのが分かると、まあ、リピートしやすいですよね。さっきの青木さんがメルカリで買ってましたとか、メルカリも並行してやってましたっていう話があったと思うんですけど、まあ、中古もメルカリ圧倒的に多いので、でしかも新品はみんな手ですけど中古ってあまり売れないんで、さっきの価格交渉とかもしやすいですね。まあ、ただ、売れるのに時間がかかるので、
まあ、新品でお金作って、まあ、中古に投資するみたいな感じが良さそうですね。で私はもう、ほぼほぼ0、10ぐらいに近いぐらいの地域で今もうなんかリサイクル業みたいな感じになってるんですけど、まあ、私はもう中古しか基本的にはやってないです。で、テーマなんですけど、新品はもう全然かかんないです。まあ、新品で届いてるとそのまま送るだけなんで、で、中古はこれ手間めっちゃかかります。まあ、その写真をアップロードしたりとか、あと商品をちょっときれいにしたりとかっていう手間がかかります。まあ、手間がかかる分利益も高いですね。で、私もいろんなアマゾン物販にやってる横のつながりがあるんですけど、まあ、大体そのまあ、アマゾンで売ってる人のことセラーって呼ばれてるんですけど、まあ、そのセラーの中でも、まあ、上位2割ぐらいの人をパワーセラーって言うんですけど、まあ、大体月商で言うと、まあ、400万から500万以上ある人を、まあ、パワーセラーって呼んでるらしいんですけど、パワーセラーのほとんど中古やってます。新品だけでやってる人って本当に、企業でどっかの代理店契約しててめっちゃ売れるやつを、まあ、独占的に売ってる人以外は、まあ、大体中古やってると思います。中古もやってます。なので、まあ、最初は動画とかでも、まあ、こっち、まあ、未使用品で調べてみていて新品やってるんですけど、まあ、最終的にはこっちに移行していくのがいいのかなと思います。まあ、手間もかかんないと、でそのリサーチの手間は省けます。で、まあ、そんな感じです。で、もう先行してやって 中古品って青木さんもやってます？やってます、はい。で、ちょっと小ネタなんですけど、やってるとなんか送り状とか困ったことないですか？なんか箱に貼り付いてるとかあります？で一応さっき買ってきたんですけど、私も長いことアマゾンやってて、剥がしたいラベルとか出てくるんですよ。剥がしたいラベルで、いろんな溶剤を試したんですけど、このシール剥がし液が、一番いいです。これ今ならね今ならね、この辺に値段出てるんですけど、これ、まあ、私正直思うんで、これ100円で売ってます。ダイソーです。ダイソーのこのシール剥がしが一番いいです。あとでじゃあちょっとチャットワークで写真をアップしていただいてよろしいでしょうか？はい。あと、なんかこういうのも売ってるんで、固定してます。あと、中古屋でしたら付属品、固まりくれてこういうストレッチフィルムとか、結構ぐるぐる巻いてやるといいと思います。そんな感じですか？はい。時間も過ぎて。そうですね、時間過ぎて。じゃあ、なんか質問なければこれで私から終わりにしたいなと思うんですけど。ね。すみません、今日はどうもありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。